今日は、初めてのねライブに来てくれてありがとう。ストゥディオカオス殺人事件です。皆さんこんばんは、うるさくてすみませんです。今日は、新役職シュレディンガーの猫を使ってですね、時間もやっていきたいと思います。シュレディンガーの猫っていうのはですね、第三陣営でもない、インポスター陣営でもない、クルーメイト陣営でもない、なんと無陣営です。勝利条件は持たないんですよね、無陣営は。なんだけど、ある条件を満たすことで初めて陣営と、勝利条件を持つことができます。まず1、インポスターにキルされるとインポスター陣営になります。復活。2、ジャッカルにキルされるとジャッカル陣営として復活します。復活。で3、シェリフ、または占い師にキルされる、占われると、クルー陣営に復活します。復活。でまあ釣られるとですね、クルーメイト陣営として釣られちゃうっていう感じです。釣られる。はい、出てるよ。あれ、急げ急げ急げ、もう誰とも話しませんもん。くそ、タスク中にヤクタ来るとは。もうそれしか、もうヤクタ直ちゃう直ちゃう、俺がもう直ちゃう、直せ直せ直せ、見に行くわ。あ、楽しい、あ、楽しいヤクタ。壊れてるあいつ。にゃあ、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 惜しい。びっくりした。ごめんね、みんな。ナツさんはマユマユ見てないの？あのセキュリティで最後だよ、しゅねさんが。その後メインとかで見てない。見てない見てない。まあ今の聞いてる感じ、ナツさん厳しそうで、123も123無理、ミサトラも無理っぽいっす、俺って。ランちゃんもそっちにいた時に。ナツピョン、アベさんがきつくて、ネロちゃんが。まあそうですね、キルには無理って出てて、シウシウじゃない、やっぱシウシウ、シウシウ直したのがナツミです。違うよ。本当に本当に、じゃ違うか。いや、そんな、いや、人狼しろよ、人狼しろよ。本当に違う、本当に違う。じゃあ違う、シエネさん、本当に違いますか。みんな言うよ、そしたら。本当に違う。じゃあ信じるよ、シエネさん。信じるか、信じるか、信じよう、じゃあみんな信じよう、信じよう。人狼しろ、お前ら。探していきましょうか。あ、いた。しゅねさん、しゅねさん、なんか私になんか用事があるみたい。私の目を見てってさ、最後言ったのにあれ聞こえてませんでした？あ、すみません、あ、ごめんね。傷つき、しゃーないよ、まあまあしゃーないよ。傷つき、傷つき、どんだけみたいな。傷つき、あ、終わり、終わりですか？あ、ミーティング、コミサボ、傷つきしてない。傷つき、おだ、うま、あ、オッケー。夏目、どうした、どうしたお前。え、動けない、夏目。絶対嘘やん。本当に動けない。待って、ほら、動けないわけねえだろ。ほら、え、ほら、めっちゃ、ほら、見て、見て、この音。マジ？夏目マジ？動けないの？嘘。動ける？嘘じゃん。こいつ。まっちゃんさっきごめんなさいでしたって。インポスターだったら殺してた俺。ミサトラン、ミサトラン、い
や今見えてないよ。みさとらんが猫飼ったらなんていう名前にしたい？ねえ、ボンゴレジョーヌ。ボンゴレジョーヌ。ボンゴレジョーヌ。え、猫よ。ボンゴレジョーヌっていう呼ぶ。ボンゴレ、ボンゴレジョーヌ。ボンゴレジョーヌっていうの？ボンゴレジョーヌ。ちょっと。ね、俺にも聞いてよ。俺にも。あ、じゃあポンズさ、猫飼ったらなんていう名前にするの？マイケル・ジャクソン。おお。よいしょ。お願いします。見ててアーカイブでのっち123ミサトランが一生喋っててポンちゃんが後半に合流している。うん、ピョンがめちゃめちゃ大流移動してる。シュ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 。ちょっといい？あ、いいよ。何？僕と瀬戸朝日から夏目先生にインタビューがしたいんだけど。あ、いいけど。え？何？夏目現行犯で瀬戸朝日見てるんだけど、死体スルーしてたらタダノンさんがあの夏目のこと思ってそうなんで、瀬戸朝日とロラお願いします。いや違いますね、僕は電気を直したんですよ普通に。あ、直してるね、今も直してるんだろ。で、そう、このね、この電気を使ってね、ちゃんとね、停電をね、夏目先生直した、夏目先生、こういう時こそエンターテイナー。夏目先生、瀬戸朝日はね、本当にずっとこの電気を浴びてるところからハーハー言うところまでずっと一緒だったから、こいつには無理なんだよ。あと、あの、最後に一つなんですけど、うん、あの夏目が僕暗室に隔離したのなんか、あの、分かってたんで多分人外ですね。夏目先生、どうしてネロちゃんだったの？いや、だから瀬戸が聞いたって言ってる。聞いてないよ。瀬戸朝日はずっと感電してたんだよ。瀬戸が聞いちゃって言ってるのに。なんなら感電する時間を長くするためか知らないけど。ああ、まだもう三時？猫飼うとき、なんていう名前にする？白。なんだ？ローラーはきついって、ここは。めっちゃ積もっとるやん。息切れとる。あとの方に。あ、どうも。あ、そうだ、サイドキックもいたな。そういえばそんなやつもいた。ゴミサボ多いな。なんだよ、何やってんのこの二人。だーね。だよね。おい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 。ああ、もうじ、ああ、中野町の人だ。蘇生しなければ。中野町を蘇生しなければ。よみがえれ中野町。出せよ。中野町。言ってたら。蘇生してるな、あれ。あれ絶対蘇生してるな。蘇生失敗しました。もう上半身でから無理だわ。ミサトラン、電話鳴ってる、右側の。出ないと。もしもし。はーい。もしもし。死の電話が。怖っ。ちーくーち。あ、見えた。また、もう、また見つけたからね、やんなきゃダメじゃん、じゃあ。はい。はい、じゃあやるよ、じゃあやるよ、はいはいはい、起きてー、できるわけねえだろ。頑張れ、外ラン呼んでこい、戻ってこい。あできるわけねえだろ。
諦めた。おお、あら、おーら、すげえ。いや、重大な発表があります。重大な発表があります。どうしたの？何でしょう？何でしょう？アベレージさんがシャワーの見えないところで、ここいで、いや、どうしよっかな。いや、どうしよっかな。って言ってました。はい、どうするんですかね、アベレージさん。いや、ライブしようかどうか悩んでました。あ、ライブしようか。あ、表裏一体？行っちゃう？じゃあどっかでライブするってことですか？終わりました。じゃあ貨物のスタジオに来てください。はい。おー、はい。本当にスタジオ貨物？任せてください。スタジオ貨物。スタジオ貨物。スタジオ貨物行ってください。よし。あ、楽しみ。楽しみだ。あ、トイレ。トイレ行くんかい？緊張かい？皆さん、今日は、初めてのね、ライブに来てくれてありがとう。ありがとう。みんなのおかげでね、ようやくライブを開くことができました。本当にありがとう。じいちゃん、じいちゃん今日は特別ゲストを呼んでるんだ。瀬戸朝日くん、上に上がっておいで。あ、いる。いいな。皆さん、こんにちは。アベレージの友達、サズイです。よしよし。誰？なんだ？今日は、すでに大事な発表があるんだ。誰？あ、え、聞いてくれると知らないんだけど。え、誰？あ、安定した。照明さん。照明さん。照明さん。あ、何やってんの、照明さん。弁当開いた。うわあ。うわあ。ええ。帰ってきた。いない。おいおい、そう、相方が死んじまった。一体どうなってるんだ。スタジオ貨物殺人事件です。そう、一体誰がやったって言うんだよ。これから武道館に行こうって約束したって言うのに。アベレージが瀬戸朝日を呼んで、そのはいね、舞台で死んでますから。海岸前の警備はしっかり万全な状態だったはずです。万全ですよ。はい、そうなんですか。あの警備として雇われてたんです。監視カメラの人いるんですよね。監視カメラ見てました。あ、確かにカメラついてます。警備の方。一応警備をしていたんですが、アベレージさんと握手をした瞬間気絶されてたようなので、大ファンなんでしょうね、朝日君。ああ。あれ？大好きだったんでしょう。あいつ相方のくせにファンだったのか。だからなんか90年代ビジュアル系みたいな喋り方してたのか。ああ、もう知らなかったもんな、この人。リスペクトってやつだな。いやー、でもそんな大切な存在をなくしてしまったなんて。くそー、知らなかったんだよ。知らなかったんだよ。ライブは終わり？ライブは中止ですか？ライブ中止。僕がやったって言うんですか？ちょっと払い戻ししてください、ちゃんと。チケットの払い戻ししてください。夏希さん、あのコナンの BGM 行きます？コナンの BGM？ しょうがなかったんだ。あいつが、あいつが一緒に武道館に行こうって言うのに、ソロでデビューしろうとするから、これしかなかったんだ。みんなごめんな。だってあいつの方が歌は上手いし面白いしかっこいいし、俺には何もなかったんだよ。歌しかなかったんだよ。ミサトラン、こんなに応援するファンがいるのに、どうしてそんなことするんですか。あ、大ファンが、大ファンがいてる、ね、俺は同業者なんてバカなことをしまったんだろうな。アイドルだからね。カコーッカコーッ、謎の人で聞く。すごい、カコどんな終わり方やこれ。初日で終わりか、もうライブ。ライブ初日で終わりかい。ちんまゆっけ。